ればただの塔。これはピサの斜塔のお話だよ。あ、お手紙お手紙来てるかな。わー、来てる。指輪さん、どうもありがとう。わーい。あ、おじさんからだ。イタリア行ってるのよね。ねえ、六兵衛、これ見て。今にも倒れそうでしょう。これはね、ピサの斜塔って言うんだ。ピサの斜塔？うん、800年くらい前からイタリアのピサという町に建ってるんだけど、作られ始めた頃から傾いている不思議な建物なんだ。出来上がってから傾いたんじゃなくて、傾いたまま作られたってこと？うん、それに傾いているおかげでとっても役に立ったこともあるんだよ。役に立つ？どんな風に？百聞は一見にしかず、行ってみよっか。うん、行こう行こう。どうしてピサの斜塔は傾いているのか。スリー、ドボウブシビテベカバナーバ。完成しましたな。はい、こんな立派な大聖堂が建つなんて皆様のおかげです。ピサの斜塔、ピサの斜塔はと、あのピサの斜塔はどこですか？え？ダメダメ、ここは1118年のイタリアピサの町、大聖堂がやっと完成したところなんだよ。ということはピサの斜塔はまだ建っていないってわけ？斜塔というのは傾いている塔っていう意味で、本当の役目はこの大聖堂のための鐘楼、つまり鐘つき堂なんだ。そうです、大聖堂には鐘つき堂が必要です。早速作りにかかりましょう。それは明暗、あ、でも資金がなかった。いやこの時代、今から800年ほど昔のヨーロッパでは、礼拝堂と鐘つき堂を並べて建てるのが普通だった。ピサの町でも大聖堂完成の60年後にやっと鐘つき堂の建設が始まったのだが。ああ、そこそこ、もっと丁寧に、気をつけてくださいよ。大丈夫ですって、ボナンノの旦那、万事順。そりゃあね、なんといっても私の設計は完璧でありますから。そうですとも、そうですとも。兄貴よ、基礎工事で手を抜いたのがバレてないみたいだな。しー、なーに、地面の下の土台なんてどうせ外から見えねえんだ。石の一つや二つ。おい兄弟、そこの石を取ってくれ。おいよ。頼むぜ兄弟。はいよ。おい、石をよこせっつうのは聞こえねえのか、この遠木。なんだってんだよ、このどこどっこいが。やるか。なんだ兄貴。まあ、こんなに傾いちゃって。そんなバカな、僕の設計は完璧だったのに。ああ、どうすりゃいいんだ。六兵衛、どうなってんの？うん、このボナンノさんの設計図は立派なものだったんだけど、土台の基礎工事が足りなかったんだよね。なんせ地盤の片側は弱い砂地だったんだ。その上に細長い建物を建てたもんだから、とほほほ、作り直す予算はないし、もう工事は中止だ。そんな、どうするの？僕はもう知らん、故郷へ帰る。俺も知らねえ。一抜けたっと。いい加減ね。こうしてこの塔は作りかけのまま100年近くも放っておかれた。へえ、100年も。美しい。あら、そんな。実に美しい。なんだ、私じゃないのね。この傾き加減、素晴らしいじゃありませんか。これぞロマネスクの美学です。あなたは？私はジョバンニ・デ・シモーネ。まあ見てください、この塔が傾いているために周りの建物との微妙な調和が生まれ、この塔が完成されたらどんなに素晴らしいことか。そうでしょう、あなた。はよし、決めた。町の人たちに話してぜひ工事を再開させよう。おい、ピサの町の諸君、
そう言われてみるとそんな気も。当時のピサの町の人たちもそう思ったからこそ100年ぶりで工事が再開されたんだろうね。よーい、はじめー。それー、何しろ傾いているもんだから工事も難航してものすごく時間がかかったんだ。ジョバンニでシモーネさんが一生かかって作れたのがやっと6階までで、うん、この傾き美しい。その後も工事は続けられ、予定通りに8階も同じ大きさに作ったらきっと倒れちゃうだろう。というわけで8階は少し小さめに地面と垂直に作られたんだ。工事が再開されてからここまででまた100年。へえ、全部で200年。そして100種類以上もある大きな鐘が吊るされて、鐘つき堂ピサの斜塔の出来上がり。なるほど、こうして見ると実に芸術的な傾き加減。まあそのピサの斜塔も町の名物になってまたまた100年。ここは1589年のピサの町だよ。おかしい、誰あの人。この町の大学の先生、ガリレオ・ガリレイさん。ガリレオ・ガリレイはピサの町の仕立て屋の息子に生まれた。医者になるためにピサ大学に入学したが数学が好きで、結局25歳でピサ大学の数学教授になった。おかしい、絶対におかしい。ガリレオさん、危ない。何しとるんだね、危ないことを。ガリレオさんこそ何をブツブツ言ってたの？ん？私か？私は悩んでいるのだよ。あのアリストテレスが間違うなどということが、そんなことが本当にありえるのだろうか。アリストテレスは古代ギリシャの哲学者だが、天文学や物理学にも通じ、学問の父と呼ばれている。このアリストテレスの学問には間違いはないと2000年間も信じられてきた。しかしアリストテレスは間違っている。アリストテレスによると、重い鉄の玉、鉄の方が先に落ちることになっているが、そんなはずはないのだ。私の計算同じと出ているのだ。何でもいいから落っこちないでね、ガリレオさん。落っこちる、落っことす、そうだ、それだ。ガリレオさんには驚く。まったくあの先生は変わってるよな。今度アリストテレスの力学を覆す実験だって？思い上がるにも程がある。アリストテレスが間違っているはずがない。学生諸君、先生方、よく見ていてくださいよ。もしアリストテレスが正しければ、この鉄の玉はこちらの木の玉より早く地面に落ちるはずです。当たり前だ、重いものの方が早く落ちるに決まっとる。よろしい、では行きますよ。1、2、3。同時に落ちた。アリストテレスにも間違いがあったんだ。完璧ではなかった。もう本に書かれているからって鵜呑みにするようなことは絶対にしないぞ。この後ガリレオ、宇宙の中心だというアリストテレスの天動説にも疑問を持った。そして手作りの望遠鏡で天体観測を続け、地動説、太陽の周りを回っていることを証明した。間違って傾いたピサの斜塔が学問の間違いを、リリオさんの実験がピサの斜塔で行われたかどうか確かな記録は残っていないんだ。でもピサの町の有名な2つのもの、ガリレオさんとピサの伝説が生まれたってことなんだよね。あれ、ねえ六兵衛、この塔前より傾きがひどくなったように見えない？実はピサの斜塔は 0.7 ミリぐらいずつ傾き続けているんだよ。それじゃあいつかは倒れちゃうってこと？何年か前には傾きを止めるアイディアが世界中で大募集されたんだけど、
お金がかかりすぎるとかいろんな理由で結局一つも実現できなかったんだ。トレイマット、傾きを止める何かいい方法ってないのかしらね。早く見つかってほしいもん。世界的に有名な建物が倒れちゃわないうちに。あれ、ちょっと六兵衛、この家傾いてる。あれ、もしかしちゃうとお姉さんの傾いた家なんて有名になっちゃって見物人がドーンと来て、そうだ、入場料も取っちゃってお金持ちになっちゃって、もう知らないよ。入場料。どうして大仏を作ったの？どうして？わあ、大きいわね。素晴らしい大仏様だね、お姉さん。どれくらいの高さかしら？大仏様の座高が11メートル31センチだからね、お姉さんの身長の7倍以上あるんだよ。すごい。それにね、この大仏様、今から700年以上も前の鎌倉時代に作られたんだ。そんな大昔にこんな大きなものは？うん。ところがこの大仏様よりもっと古くてもっと大きな大仏様があるんだよ。そう、本当？奈良の大仏様。奈良の大仏は今から1200数十年前たもので、銅を溶かして型に流し込んで作った仏様としては世界一大きなものなんだ。すごいわね、そんな大きな大仏様。昔にどうやって作ったの？百聞は一見にしかず。何？百回聞くより一回見た方がよくわかるってこと。それよそれ、早速奈良の大仏様を作ってるところ見に行きましょう。オッケー、はい。ロームシビテベカバナーバ。この時代は仏教が栄える一方、台風や地震に相次いで襲われた。地震の後には全国的な飢饉が続き、人々は食べ物もなく飢えのために次々に倒れていった。六兵衛、ここは今の滋賀県の信楽の宮という宮殿だよ。困った。あの人は誰？聖武天皇だよ。私に徳がないばかりに次から次へと事件が起こる。さらに天然痘という恐ろしい伝染病が大流行をして、多くの人たちが死んでいった。こんなに次から次へと災難が続くなんて大変な時代だったんだ。そこで聖武天皇はすべての仏様の大元の大仏を作って、この世の中が平和になり千代に八千代に栄えるようにお願いしようとお考えになった。これがよい、大仏を作ろう。聖武天皇は743年天平15年10月、信楽の宮で大仏建立を発表され、この大事業を完成するために国中の人々の協力を求められた。そして優れた技術を持ったいろいろな職業の人たちが大勢このために働いたんだ。一般の行基も大勢の信者と共にこの大工事に参加した。そうすると大仏様作りはその頃の日本中の力を集めて行われた大事業だったのね。どのくらいの人たちが参加したの？延べ人数でおよそ260万人ぐらい。聖武天皇が大仏建立を発表されてからおよそ1年半後の740年から平城京の郊外で本格的な大仏建立の工事が始まった。工事はまず丘を切り崩して土台作りから始められた。頑張れ、みんな頑張ってくれ。あなたは大仏師、つまり大仏作りのの君まろです。私はこういう混動物が作りたい。へえ、なるほど。ねえ、混動物って何？銅に金メッキをした仏像のこと。へえ、大仏全部に金メッキ？そりゃあ大変だ。じゃ金がたくさん必要だったでしょう。およそ360から390キログラム
金が360kgあったら。どうしたの？金が360kgあったら指輪とネックレスがいくつ作れるかなと思って。お姉さん、ああごめん。でも日本ではまだ金が発見されてない。全部中国の唐からの輸入なんです。それなら心配無用じゃ。あなたは後の東大寺の別当老仏様に願って必ず金を発見させてみせる。頑張ってね。ローベン様は高野山にこもってお祈りをしたんです。そして本格的工事が始まってから3ヶ月後の8月、聖武天皇によって地鎮祭が行われた。さあいよいよ大仏建立が始まります。ムッシュ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 。中心に柱が骨組みもできてきた。一番上のところが大仏の頭に当たる部分です。大仏様の高さは古代中国周の国の尺度で8畳、およそ16メートルです。そんなに大きいの？すればいいのに。無理することないって。10メートルの大仏様でもいいんでしょ？ダメなんです。それがどうして？それは大仏様のモデル、ルシャナ仏、すなわちお釈迦様は身長が1畳6尺、約 3.2 メートルあったと言われています。仏教では10という数は無限を表します。そこでお釈迦様の10倍、16畳に決められたんです。でも 3.2 メートルの10倍は32メートルじゃない？大仏様は座っています。だから32メートルの半分の16メートルに決まったわけです。わあ！さあ柱の組み立てが終わったぞ。次の作業にかかれ。骨組みの表面に板を打ち付け、割り竹を編み、縄を丹念に巻きつける。さあ次は土を塗るんだ。土をこね、大仏の板や竹編みの上に塗っていく。こうして1年と2ヶ月後に土の大仏様ができる。西暦746年10月6日、この土の僧侶たちが10日供養を行ったと言われている。次は何の作業？外井型を作ります。大仏様の原型の周りに土を塗って外井型を作る。その外井型が乾くと、それを剥がして原型の表面を 5,6 センチ削り取る。つまり銅を流し込む分だけ削り取るわけだ。型持ちを隙間に入れて剥がし元に戻す。では外井型をしっかり固定しろ。それから大仏を土で埋めるんだ。え、大仏様を土で埋めちゃうの？大仏を埋めた土は外井型をしっかり押さえると同時に、たくさんの溶解炉を並べて銅を流し込む時の足場にもなるんです。大仏を埋めた土は8段に分けて下に銅を流し込んでいった。射込むたびに土を持っていくから大仏の姿はだんだんと隠れてしまう。あ、あの早馬は何？陸奥の国で金が見つかったぞ。よかった。大仏の完成に間に合いました。バイバイ。ローベンさんのお祈りが実ったのね。うん。まあ大仏様は森土で隠されちゃって見えないわ。最後の射込みが行われています。がかりでした。射込みが終わると森土は取り除かれ、まず大仏の頭が現れた。やがて肩が現れ、ついで胸や手が現れた。そしてとうとう一番下のレンゲ座が現れた。あー大変なミスしてる。背中に穴が開いてるわ。あれはわざと残した穴ですよ。どうして？大仏の形を作った土や材木や縄などを運び出すためです。それから穴に青銅の蓋をします。なるほど。あとは大仏様の頭の髪の毛はラホツといって渦巻きの毛で、これが966個もいります。へえ、大仏様の頭って本当に大きいのね。最後の仕上げは金1に対して水銀5の割合で混ぜた金アマルガムを大仏様に塗って金メッキするんだ。金メッキした上を丹念に磨いて、とうとう燦然と光り輝く大仏が完成した。そして大仏殿の建築に取り掛かった。後から家を建てたのね。
大仏建立を発表してから8年後の752年4月9日、大仏様に魂を入れるという供養会が華やかに行われた。やった！とうとうできた！すごいわね。こんなに大きくて立派な大仏様を機械も使わないで作っちゃうなんて本当に信じられないわね。実際に大仏を作った延べ260万人もの人たちの名前はほとんど知られていないんだ。っとそっか、大仏様を作ったのは名前も残ってないたくさんの人たちか。そう、延べ260万の人たちの力さ。その大仏様が今でも残ってるんだから素晴らしいわよね。あれ、お姉さん知らなかったの？何を？今の大仏様はその時のものじゃないんだ。戦争で焼けたり地震で倒れたりして、きみまろさんたちが作った大仏様は台座の一部しか残ってないんだよ。あら、そうなの。大部分は江戸時代に修復したものなんだって。へえ、残念。でも昔のものと同じように作り直されているんだ。へえ、そうするとそれをこれからずっと残していくのも大切だね。そうだよ、お姉さんいいこと言うじゃない。船での冒険を諦めたベハイムは世界地図を作るのに没頭した。うまくいかない。丸い地球を一枚の紙の上に描くのは難しいよ。そうだ、紙の上に描こうとするから難しいのだ。丸い玉の上に描けばなんてことはない。よし、世界地図を玉の上に描こう。太陽の当たっている部分は昼、その裏側は夜。日本がお昼の時はその裏側、ヨーロッパやアメリカはだいたい夜になるよね。つまり地球って年中回ってるんでしょ。だからどこが一日の始まりだかわかんないのよね。ヨーロッパの夜明けが地球の夜明けでも、アメリカの夜明けが地球の夜明けでも、それこそ日本の夜明けが地球の夜明けでもいいはずよね。